南幌ノ部駅は、北海道手塩群幌ノ部町アザ海進にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は、W70。電報略号は、ミホ。1977年の南幌ノ部駅と、周囲約500メートル範囲。上が、輪っかな内方面。輪っかな内側に、踏切と、その道路を挟んで、待合室がある。横を、 並行して、道道256号が走っている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成口述の通り、当駅の1日平均乗降者数は、2011年から2015年の11月調査日の平均で1人以下となっており、2016年8月下旬、JR 北海道では、 ホロノベ町内の3駅を2017年3月のダイヤ改正に合わせて廃止する方針を所在するホロノベ町に伝えた。しかし、ホロノベ町では2015年度より飛行駅を観光資源として活用した取り組みを始めた矢先であり、町長の野々村人氏は北海道新聞社の取材に廃止の提案は極めて遺憾で到底受け入れられないと述べている。 その後、町では検討の結果、JR 北海道の経費節減策または、費用確保策の全貌が明らかになり、沿線地域の対応の方向性が定まった時点で、総合的に判断することとし、まずは1年間、町が、駅の維持管理費用を負担する形で存続させる、こととし、平成29年度一般会計に3駅の維持、 管理費として163万円を計上している。ただし、沿線自治体で費用負担に対する考え方の足並みが揃っていないことから、町では2018年1月時点で JR 北海道から町への費用負担の請求はなかったとしている。2019年には JR 北海道が宗谷本線沿線自治体で構成される。 宗谷本線活性化推進協議会に対し、当駅を含む2013年から2018年の1日、あたりの平均乗車辞任が3人以下の29駅を維持管理、または廃止するかを2020年3月までに判断するように求めた。その後、幌延町では廃止容認2駅の中間点に位置することを理由に、当駅の維持管理を要望したこととした。 その後、2020年12月9日には、JR 北海道が、当駅を含む18駅を、2021年度より、地元自治体による、維持管理に移行することを発表しており、翌2021年4月より、ノ延町による、維持管理に移行された。ノ延駅の南方にあるため。なお、同地の字が、改新となった1959年の、 北海道国寺には、道地について、南上保路の通称があった旨が書かれている。単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の西側に存在する。分岐器を持たない防線駅となっている。開業時からの無人駅となっており、ホームの横の踏切手前の位置に待合所を有している。この町合所は、朧延町管理となっており、 建設年度は不明であるが、2019年10月9日の北海道新聞 JR 北では設置から40年以上たちとされている。長らく待合所には駅の待合所である旨が書かれていなかったが、2017年頃に地元住民により看板が設置された。また、2019年10月13日に、 開業60年を記念し、ホロノベ町により改修が行われ、外班には町による駅のイメージキャラクター、南ホロリンさんが描かれた。内部には、グリーン座席指定と落書きされた木製ベンチがある。このほか除雪道具なども格納されている。ホームは、木製デッキ式で湧かない方にスロープを有し駅、施設外に連絡している。 2017年の北海道新聞記事では旅行者が主な利用者とされている。2017年1月発行の幌延部長候補誌には町による聞き取りで駅付近の住民が冬期間の通院、買い物に使用している旨が記載された。1日の平均乗降人員は以下の通りである。 駅周辺には2017時点で数軒の牧場があり、牡蠣は牛が草をはむ姿が見られる。ありがとうございます。